ハンス・シュペーマンはドイツの発生学者。肺の特定箇所が他の細胞を組織や臓器へと誘導する肺誘導の発見に対し1935年のノーベル生理学・医学賞が授与された。ハンス・シュペーマンは出版社ビルヘルム・シュペーマンとつまり人科の長男としてシュトゥットガルトに生まれた。シュペーマンは 1878年から1888年まで、エーヴァー・ハルトルートビヒギムナジウムシュトットガルトに通った。彼は学校を卒業した後、1年間父親の家業を手伝い、ハンブルクで本販売を行った。続いて1889年1890年の2年間、カッセル・フザールで軍務に就く。1891年には、ハイデルベルク大学に入学して、 医学を学び、1893年には予備試験を受けた。大学では解剖学者、カール・ゲーゲンバガーの授業に引き付けられた。ここでシュペーマンは、生物学者、精神科医のギュスターブ・ボルフと出会う。ボルフは、イモリで発生学的受験を行い、成長したイモリの目を除去しても再生することを実証した人物だった。在学中に、シュペーマンは、 学生組合カールズ・ルーン・ゼアに参加している。1892年のシュペーマンはクララ・ビンダーと結婚し、夫婦の間には二人の息子が生まれた。1893年から1894年にかけて彼はミュンヘン大学で臨床実習を行ったが、次第に医者より発生学者を目指すべきだと気づいた。またミュンヘン生活中に、 アウグスト・パウルと信仰を結んでいる。彼は、ビルツブルグ大学の動物学研究所に移り、1908年まで講義を担当した。1895年に、動物学、植物学、物理学の学位を取ったが、これは、テオドール・ボベリ、ジュリウス・サックス、ビルヘルム・レントゲンの研究を下敷きにしたものだった。ボベリの指導を受けつつ、シュペーマンは帰省中、 ストロングラスペラーダキサスの細胞系列について研究して博士論文を提出し、さらに教育面上取得のためカエルの中時発生について研究している。1896年の冬、結核患者隔離用のサニタリウムで過ごしながらのシュペーマンはアウグスト・バイスマンの著書ザ・ジャーム・プラザムーセオリー・オブ・ハーエデティを読んだ。彼は事前にこう書き記している。 当時の発生学研究はどれも矛盾した結果を示していた。1888年、ビルヘルムルーは二角球器に熱した針を刺して一つの角球を殺す実験を行った。ルーが残った角球がどう成長するか観察したところ、半分の肺が形成された。1892年、ハンスドリーシュは同じ実験をウニ肺で行ったが、 彼は二滑球のうち一つを殺す代わりに、灰をいくつも管の中に入れ、それを振って、細胞を分けた。ドリーシュは、ルーの発見とは異なり、やや小さいが完全に発生した灰ができた、と報告した。この食い違いは、ドリーシュが二滑球を完全に分けたのに対し、ルーは片方を殺したことにあると考えられている。他方、トーマス・ハント・モーガンやオスカー・ハート・ビヒなどは、全性説。 構成説論層決着に大きな意義があるとして二角球分割実験に挑んだが満足な結果を得ることはできなかった。シュペーマンはこの困った問題を解明するため微小手術の名手として両生類の目に関する研究に取り組んだ。1902年までにはジャック・レイブやアウグスト・バイスマンの研究をもとに最初の細胞分裂の研究に取り掛かっていた。 彼が20世紀初頭に発表した論文は、実験的な形態形成分野の発展に大きく、清し、彼自身も微小手術の真の発明者として、科学界でもてはやされた。彼は細胞を産毛で結札して分割することに、成功した。彼は、角球気のイモリ肺を、新生児の毛で結札し、人工的な双子形成を行う実験などで、成功を収めている。シュペーマンは、 半分の割合で完全な肺ができることを報告し、分割面が重要との事実を発見した。この事実は、全生説を追いやり、シュペーマンが、ポール・ワイスから学んだ、モンホーゲネティック・フィールドとの概念を指示した。またこれらの血殺実験や、その他の多細胞肺実験を通じて、肺の核球には、初期発生に、重要な遺伝情報がすべて含まれていることを、証明した。 彼はまた、イモリハイの実験から、水晶体が、岩杯によって誘導されていることを発見している。1906年、シュペーマンはドイツ自然科学、アカデミーレオポルギーナのメンバーへ選出された。1908年、シュペーマンは、ロストック大学で、動物学、比較解剖学の教授に就任し、1914年には、ベルリンダーレム地区にあった。 カイザービルヘルム生物学研究所のディレクターに就任した。ここでの研究は彼の名をさらに高めた。ウォレン・ハーモン・ハリスやエセル・ブラウン・ハービーの研究を参考に自分のスキルを現状形成研究へと活用した。彼は肺中の特定部位を他の肺へ移植する実験を行った。1919年からシュペーマンはフライブルク大学の動物学教授になり、 動物学の講義を担当した。1923年から翌24年にかけては学長の職にも就いた。フライブルクにあったシュペーマンの研究室には博士号を取ったヒルデプレショルトがいた。実験は彼女の助けを得て数年間行われ、1924年に全容が論文として発表された。彼らは廃中の一部分で、 別の初期肺に移植すると移植された場所に関係なく二次肺を誘導する特定部位の存在を報告した。シュペーマンはこれをオーガナイザーセンターまたはオーガナイザーと呼んだ。後に彼はオーガナイザーの部位によって肺の異なる部分が誘導されることを解明した。この研究は肺発生の初期段階では予定運命が決定していないことを示す。また、 より後期の肺にオーガナイザーを移植しても誘導が起こらないことを発見した。自身の近代的名声とは裏腹に、シュペーマンは、ハンス・ドリーシュ、アレクサンダー・ギュルビッチ、ハロルド・サクストン・バーなどと同様に、新世紀論者のフィールド解析に参加し続けていた。一方で、ヨハネス・ホルト・フリーター、ドロシー・ニーダム、ジョゼフ・ニーダム、コンナット・アディントンなどの追実験によって、 射沸や固定、冷凍を受けたオーガナイザーでも誘導能があることが示された。この結論は実際の誘導因子が生きたものではない分子であることを示したが20世紀の終わりになるまでどのようなシグナルが働いているかの研究は父として進まなかった。1928年には両生類の肺を使い初の体細胞核移植を成功させた。 彼は1935年にノーベル生理学・医学賞を授与された。オーガナイザーの俳優道に関する彼の理論は1938年に出版された本エンブリアニック・デベロップメント・アンド・インダクションに記されている。この本では人を含めた哺乳類の体細胞核移植の可能性も示唆されている。1921年、彼は ハイデルブルク学術協会の特別会員になった。1929年にはプロイセン科学アカデミーの通信会員として受け入れられている。1933年にはアメリカ芸術科学アカデミーの会員選出選挙を受けた。1935年、シュペーマンにレオポルディーナのコテニュースメダルが授与された。シュペーマンは1937年に定年退職するまで、 フライブルク大学の動物学教授としてこの地で研究を続けた。シュペーマンの後任には一番弟子、オットー・マンゴルトがついた。また、1927年から亡くなるまで、カイザー・ビルヘルム・ゲセルシャフトの外部学術会員を務めた。シュペーマンは心臓病を患い1941年9月12日に亡くなった。彼は生涯古典文学への愛を忘れず、 友人たちと絵画や文学、哲学について語らう、夕べの会を開くことが常であった。右翼テロリストアルバート、レオ・シュラーゲターは、彼の前任大学での教え子だった。シュラーゲターは、1923年5月26日、ルール地方のフランス占領軍によって、重宝活動と爆破テロ計画の疑いで逮捕、処刑された。シュペーマンは、彼の死を聞き、 6月6日の授業を取りやめ、学部長や全学生の代表とフライブルク駅へ向かった。フライブルク駅には2つの花輪で飾られた彼の棺が安置されており、シュペーマンは棺に向かって、私にはたくさんの仲間がいると述べた後、勝利と復讐に差あらんことを、と宣言した。彼は実験発生学的方法を大きく進め、 特にそれまでわずかな例しか行われなかった、卵や肺を紐で縛って区切る方法、いわゆる金箔法を非常に多くの回数言った。しかし、直径2ミリメートルのイモリの卵を、新生児の髪の毛を用いて縛る、という極度に、ストレスの溜まる実験を長きにわたっていっていたため、やがて左手が動かなくなってしまった。はじめボベリは、私に、 サナダムシの生殖期発生を研究してはと提案した。私は純粋に法律上の家族でしかない妻の実家にさえ面目を失うほどち気で文句も言えない質だったが研究対象を豚の肺に住みつくストロングラスペラーダキサスという別の有名な虫へ変えることでうまく折り合いをつけることができた。ハンス・シュペーマン研究と生活1943年 ありがとうございます。